どうだった？困りました。どんなこと言われたんだ？部員の募集は一切禁ずるって。なんだよそれ。演劇部は休部中なんだから部としての活動も休止状態で、だから部員募集のポスターに許可を与えることもできないんだそうです。そんなバカな話があるかよ。お前それ素直に分かりましたって答えたのか？頑張ったんですけど、ルールはルールだからって言われました。諦めるな、まだ何か方法があるはずだ。そうでしょうか。なければ作り出すまでだ。こんなことでお前の夢を捨てるな。岡崎さん。そうなんだ。ふーん。透き通る夢を見ていた、柔らかい前さ、あの演劇部の子と付き合ってるわけ？はあ？お前が部活なんておかしいと思ったけど、そういうことなら理解できるね。実はな、あいつの家パン屋なんだ。あ？そこの奥さんの作るパンがものすごくうまくてな、一度食ったら虜になる味なんだ。あいつと仲良くしてるとそのパンが食い放題なんだよ。あ、マジかよ。でなきゃ俺が演劇部なんかに関わるわけないだろ。まあ確かにお前とじゃ釣り合わないタイプだったな。地味だし真面目そうだし。お前は坂上智代にリベンジする方法でも考えてりゃいいんだな。本当にしつこいやつだな。俺もそう思う。今日会いに来ただけなんだ。智代ちゃん美人だからさ。全く信じられない言葉だぞ。あー、しまった。次の授業で使うおっぱい忘れた。智代、お前のおっぱい貸してくれ。どうして？やった、引っかかった。お前も聞いたよな。お前何が言いたいわけ？どうしてって聞くってことは貸せるってことだろ。つまり智代の胸は取り外し可能ってことだよ。外せるわけないだろ。あ、いや、そもそも、そもそもおっぱいを使う授業があるか。なかなかボロを出さないな。お前まだやる気かよ。もちろんさ、見てろ、次は必ず。あ、変な人いました。俺は変な人じゃないから無関係だな。変な人待ってください。って俺かよ。当然です、そうそういないくらい変な人です。10年に1人現れるかどうか、そう言っても過言ではないかもしれません。いえ、ズバリ過言ではないでしょう。ありがとうございます。礼には及びません。俺3年 D 組の岡崎智也な。何このお子ちゃま、知り合い？あ、変な人がダブルでいます。あ、僕の何が変だって？髪の毛がありえない色です。初対面なのに失礼なこと言ってくれる子だね。風子は変な人と話がしたいだけです。二人で話したいのでついてきてください。この辺でいいです。話はですね。何？変な人がダブルでいます。ついてこいって言うから。風子が話したいのはあなたの方です。
お前僕のことも変な人って言ったじゃん。あなたは髪が変な人です。あなたは存在自体が変な人です。絶対喧嘩売ってるよねこの子。俺は存在ごと変なんだぞ。一部なだけマシだと思え。今回は見逃しといてやるよ。それでは変な人だからその呼び方はよせって。名前忘れました。もう岡崎だよ岡崎。それでは岡崎さん、フー子に何か言うことはありませんか。言うこと。はい。ワンツー。もうやめてください。最悪です。プレゼントのことです。昨日渡したこれです。あれプレゼントだったのか。そうです。ありがとうな。それじゃ。待ってください。もうすぐフー子の姉が結婚するんです。そうなの。相手はユウスケさんという人です。一緒に祝ってくださいませんか。フー子のお姉ちゃん結婚おめでとう。それじゃ。違います。なんだよ祝っただろう。結婚式の当日に祝ってほしいんです。式場で。つまりプレゼントをあげたから姉さんの結婚式に出席してくれってのか。そうです。なんで俺が。大体俺はお前のことだってよく知らないんだぞ。フー子の姉ちゃんは3年前までこの学校で美術の先生をしていました。フー子はお姉ちゃんの結婚式を祝ってほしくてみんなにプレゼントを配っているんです。学校中の生徒に片っ端からか。はい。こんなに可愛いものをもらったらみんな感動してくれるはずです。こんなに可愛い。おーい、なんか今鼻が変でした。飲ませるところまで行かなかったか。あのさ、無理だと思う。何がですか。お前の姉さんが勤めてたのって3年前だろ。なら今の生徒で面識のあるやつはいない。他人の結婚式に付き合う者好きはいないと思う。やっぱりそうでしょうか。まあ特に3年生は受験で頭がいっぱいだしな。でも風子は頑張ります。お姉ちゃんの結婚みんなにお祝いしてもらいたいですから。私はこう見えても忙しいんだぞ。俺もこんなことに付き合ってる暇ないんだけどな。今回の僕は一味違うぜ。いつもそんなこと言ってるじゃないか。今回は本当に違うんだ。大丈夫か。思わず本気で蹴ってしまったじゃないか。なかなかいい蹴りじゃないか。喧嘩の後は仲直りだ。ちょっと付き合えよ。何なんだ今度は。まあまあいいからさ、ちょっとそこまでだ。何をしたいんだお前たちは。男子トイレなんかに連れ込もうとして嫌がらせにも程があるぞ。さりげなく連れションしてお前が女か確かめたかったんだろう。え？お前があんまり強いから男じゃないかって疑ってるんだよ。怒らないのか。それ以前にショックだ。私はこの学校では普通の女の子として振る舞えていると思っていたんだ。そりゃものすごい感性だな。これでも自分を変えようと努力しているつもりなんだが。くそ、このままじゃ終わらせねえぞ。元気出せよ。でもいい方法が思いつかなくて。チラシを貼るんじゃなくて生徒に手渡しするってのはどうだ。それ聞いてみました。ダメだそうです。署名活動なんてのもうまくいかないだろうしな。話は聞かせてもらったよ。部員集めを手伝う。ああ、学食のパンも食い飽きたしね。パンですか。いや、こっちの話。それより生徒会に部員募集の邪魔されてるんだろ。なら簡単じゃん。何かいい方法があるんですか。生徒会長を校舎裏に呼びつけて全員でこう。そんなことしたらダメです。生徒会の人は悪くないんですから。これが一番手っ取り早いだろ。とにかく暴力はダメです。
じゃあ話し合い？僕の苦手な分野だね。すごい価値観の違いだな。でもお気持ちは嬉しいです。ぜひ力を貸してください。オッケー、任しといて。これがロールプレイングゲームなら。角原陽平が仲間に加わりたいと言ってきました。どうしますか？なんで仲間に入れるって選択肢がないんすか？と話は簡単なのに。あのさ、自分らだけで考えてても仕方ないと思うんだよね。それより誰かに相談した方がいいんじゃないの？確かにそうかもしれません。当てはあるのか？もちろん、なきゃこんなこと言わないさ。ぷいぷいぷい。ボタン、また遊びに来たの？困ったね、まだ授業が残ってるのに。ぷい。後でトモヤか傭兵捕まえて、おもりさせとくわよ。なんか俺たちの名前が出てるぞ。ああ、クラス委員長なら校則にも詳しいと思ったんだけど、姉貴も一緒か。お前、妹だけ連れ出してこいよ。告白したい奴がいるからって言えば、姉貴も遠慮するだろう。なるほどね。ナイスアイディア。何のお話だったんですか？お前は質問事項を考えとけ。あの。お前に用があるっていうのは、こいつなんだ。私、3年 D 組の古川渚です。突然お呼び立てしてしまってすみません。はい、 D 組の藤林亮です。委員長されてるんですよね？はい。すごいです。私なんかにはとてもできないので憧れてしまいます。いえ、大したことないです。お話があるんです。聞いていただけますか？はい。こいつの気持ちが真剣なんだ。できれば真面目に答えてやってほしい。ちょっと待ってください。その女の子とは思わなかったもので。性別は関係ないだろう。大切なのはハートの熱さだと思うね。お前もたまにはいいこと言うな。僕は本質的にはいいやつだからね。女の子だと変でしょうか？いえ、古川さんはとても可愛らしいです。でも私なんかと、なんと言ったらいいか、ずっと悩んでたんです。でも勇気出そうって決めたんです。そんなに悩んでたんですか？なんか興奮するね。もうどうすればいいかわからないんです。どうか話を聞いてください。わかりました。私も真面目に聞きます。どうか。ことなら早く言いなさいよ。ブヒ、角原が悪い。あんたでしょ？ごめんなさい、私説明が下手で。いいえ、ちょっとドキドキしちゃいました。ねえあんた、こんなのしか友達いないの？友達と言いますか、演劇部再建を手伝っていただいてるんです。どうせなんか裏があるんでしょ。ねえ、こんな連中見限って私たちと仲良くしない？ボタンもそう思うよね。はい。えらい言われようだね。実際お前はパンが目的だろ。お気持ちはありがたいんですけど、今まで手伝ってくれた人を置いていくわけにはいかないです。岡崎さんも角原さんもいい方です。うまく懐柔したみたいだけど、まさかあんたこの子のこと狙ってたりするわけ？なわけねえだろ。キューブ状態の部を再開させるにはまず人数が必要です。部活動には最低3人の部員と顧問が必要って校則で決まってますから。ああそうよね。3人。その部員集めを禁止されちまってるんだよ。そうだ。頭数ならもう揃ってんじゃん。え、どこに？この子とあんたとあんた。いや。はあ？冗談じゃないよ。僕らが演劇なんて興味あるかってのな。チラシやポスターでの募集はできなくても、普通に勧誘するなら問題ありませんか？お、
兄さん意外だね。真面目に手伝う気あるんじゃん。そりゃ真面目にやらなきゃパンがもらえないからな。僕も本腰入れて渚ちゃんに協力するかな。素直でいい子っぽいし、仲良くなれば学校も楽しくなりそうだしね。よーし、明日こそ友よにホームランだ。お前毎日パラダイスな。ホームランだ。いきなりなんだ。ああいや、こっちの話。いつまで続くんだこんなことが。今日は本当に違うんだって。お前の見方が変わったんだ。どういう意味だ。まず身につけてるものを褒めろ。その頭につけてるの似合うな。ありがとう。色仕掛けね。友よが女だってことは納得した。ならその部分をつけばいいだけの話さ。お前あいつにめちゃくちゃ嫌われてるだろ。そこでお前の力が必要なんだよ。お前友よと話合ってるみたいじゃん。まあお前よりはな。だからさ、アドバイスしてくれよ。友よに好かれる話し方をさ。制服も似合うよな。気持ち悪いぞお前。うまくいってるのか。大丈夫だ。次は自然に背伸びしながら、ああ友よってこんなに美人だからモテるんだろうなって言え。ああ友よってこんなに美人だからモテるんだろうな。マジ言ってる。惹かれてない。大丈夫だ。次は自然にヒンズースクワットしながら、ああなんだか僕無償に彼女募集中っすって言え。ああなんだか僕無償に彼女募集中っす。ってむちゃくちゃ不自然だろ。大丈夫だ。次はボーリングの投球フォームで毎朝僕の朝食を作ってくださいって言え。友よさん、毎朝僕の朝食を作ってください。このポーズに意味あるのかよ。いや別に。ライナーの言わせるな。なんだやっぱり私をからかったんだな。こうなったらもう先手必勝。うわっ、ディアン。すまん、思わず蹴り返しちまった。死ぬわ。もう本当にこれっきりにしてくれよ。ああちょっと待った友よ。お前演劇に興味ないか。演劇？部員募集中なんだ。女の子らしいドレスとかも着られるぞ。うん、ちょっと興味はあるが、でも無理かな。もうすぐ生徒会長選挙だから部活をやっている時間はない。生徒会長？これから何かと忙しくなる。他を当たってくれ。生徒会長ね。おい一ノ瀬。一ノ瀬さん。すごいペースだな。さすが天才少女。おい一ノ瀬琴美。琴美さん。おい琴美。琴美ちゃん。俺3年 D 組の岡崎智也。あんた A 組の一ノ瀬さんだろ。ひらがな3つで琴美。一ノ瀬琴美な。有名なんだってな。呼ぶときは琴美ちゃん。せめて呼び捨てにさせてくれ。一緒にご本読む。本を読みに来たんじゃないんだ。 お弁当食べる。今日は部活の勧誘に来たんだ。あんた演劇に興味ないか。演劇？部員を集めてるんだよ。名前を貸してくれるだけでもいいんだ。名前。ともやくん。ん？なんだか不思議な感じ。ともやくん。いや意味なくためなくていいから。出直してくるから考えといてくれよ。ともやくん。なんだ。またね。そっちも収穫なしか。はい、いろんな人に聞いてみたんですけど一人も。考えてみりゃ演劇をやりたいやつがいなくなったから休部になったんだ。甘く考えてたけど結構大変かもな。3年生は受験があるし、1年生や2年生なら興味を持ってくれるかもしれませんけど。1年生か。よう、まだいたか。
人。はじめまして、3年 B 組の古川渚です。はじめまして。風子さん、演劇に興味ありませんか？演劇？部員募集中なんだ。お前1年生だし、まだ部活入ってないだろ。風子忙しいです。部活をやってる時間はないです。そう言うな。お前だって朝から晩までそんなことしてるわけじゃないだろう。朝から晩までやってます。ずっとここで。そう言ったって家には帰るんだろ。帰りません。ずっと学校にいます。え？お前な、口から出まかせもいい加減にしろよ。嘘じゃないです。風子はずっと学校にいます。朝から晩までか？そうです。家には帰らないのか？そうです。帰っても意味がないです。お前まさか家出でもしてるのか？風子、どうしてここにいるかよくわからないんです。入学式からの帰り道、自動車にぶつかりそうになって、気がついたら学校にいました。自動車に？あの風子さん、名字は何て言うんですか？いぶきです。いぶき風子です。いぶき風子？いぶき先生の妹さん？岡崎さん、お姉ちゃんを知ってる人がいました。ああ、そういやお前ダブってんだったな。私が1年生の時の美術の先生でした。でも妹さんは交通事故にあってずっと入院しているはずなんですけど、昨日もパンを買いに来て、妹さんのお見舞い帰りっておっしゃってました。岡崎さん、聞いたことありませんか？交通事故に遭った生徒の幽霊の話。まさか。顔色も良かったみたいです。